回のタイトルは、カルダノイーダ、オンチェーンファンダメンタルズは大規模な上昇を示唆、10ドルの可能性はあるのか、です。ぜひ、最後までお付き合いください。カルダノネットワークは強気の兆候を示しており、エイダトークンの価格高騰が近いかもしれないことを示唆しています。一部の暗号アナリストの価格予測によると、これが起きた場合、エイダは10ドルまで上昇する可能性があります。カルダノネットワークは健全。暗号アナリストのアリ・マルティネス氏は、X の投稿で、カルダノネットワークは健全であることを強調しました。これは、ネットワークが大幅な成長を続けていることを示す、いくつかの指標に基づいています。これには、毎日のアクティブなエイダアドレス、取引量、エイダクジラからの取引の顕著な増加が含まれます。マルティネス氏は、この活動の増加は、ネットワークへの強い関与と投資家の関心、継続的な成長への前向きな指標を示していると述べました。さらに、次の強気相場に先立って、より多くの投資家がカルダノエコシステムに対して、ますます強気になっていることを示唆しています。昨年からのカルダノの成長は、ここしばらく大きな話題の一つとなっており、昨年以来このネットワークの採用が急増しています。最近では、ネットワークで新しいウォレットが大幅に増加しています。2月22日から23日にかけて、カルダノではウォレット作成数がほぼ 90% 増加し、1706から3227に増加しました。報告書はまた、個人投資家や大規模投資家が、エイダトークンへの参入を望んでおり、いかに多様な投資家基盤を持っているかについても言及しています。エイダが10ドルに、カルダノの見事なオンチェーンのファンダメンタルズは、間違いなくエイダトークンの大規模な上昇を示しています。また強気サイクルでは、エイダトークンが10ドルまで上昇する可能性があるという楽観的な見通しも与えています。これまで何人かのアナリストは、強気相場が戻ってきた時に、エイダの価格が指数関数的に上昇する可能性について考えを述べてきました。暗号アナリストのダンガン・バルデッド氏は、エイダについて最も強気な見通しを立てた人物の一人で、エイダは11ドルまで上昇する可能性があると述べました。この予測は、エイダが10ドルの水準まで上昇するだけでなく、それを超えることを意味します。一方、暗号専門家であるジェイソン・アップルトン氏は、エイダが32ドルまで上昇すると予測し、その時エイダは全てのアルトコインの中で最大のものになるだろうと指摘しました。アリ・マルティネス氏はかつて、エイダが2020年からの歴史的な動きを反映した場合、7ドルに上昇する可能性があると述べていました。そして、エイダが7ドルに到達することになれば、間違いなく10ドルの大台達成が現実味を帯びてくるでしょう。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。